はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。まもなく4時ですね。ちょっとね、寒くなってきましたね。今日はね、まだ1回もね、暖房入れてないんですよ。入れなくてもなんとなく過ごせているという感じですね。ニュース見てますと、やっぱし昨日のね、判決関連が多いですね。そのお隣さん関係だと、ザクザクなんかはですね、あれですよ、この際、あれですよ、この段は取り消せとかで書いてあるんで。いや、そもそも河野談話、河野洋平さんという方がですね、あれは官房長官の時に出されたんですかね、村山さんという社民党の党首だった人がですね、自民党と社民党がですね、社会党やったかな、あの時は自民党と社会党が連立したっていうイレギュラーな政権が何年前でしょうね、30年ぐらい前にあった、30年前って25年ぐらい前ですか、 あったんですよ。初めて55年体制という自民党一党時代が終わったのがですね、25年ぐらい前にありましてですね、その時細川護義さんという方がですね、日本新党というのを作って、連立政権を作りますが、まあこれがまああれですね、うまくいかなくて、細川護義さんの後は誰でしたっけ、この前お亡くなりになった畑さんがやられたんでしたっけね。でその後ですね、社会党が連立を抜けたわけですね。連立を抜けて、で自民党とこついて、なぜか自民党自社政権が誕生します。でこれ社会党から総理を出せっていうことになって、こう村山さんという方が総理になられます。その時ちょうどですね、阪神淡路大震災が起こってですね、この村山というじいさんがまあまあ全然そういうまあ総理大臣とかそういうのは向いてない人なんですね、全然ね。ほんで何が起こったかわからんとですね、朝食会とか出ててですね、で何が起こったみたいな感じで、なんで自衛隊出さなあかんのとかって、もうすっとぼけの大とぼけやってましてですね、もうえらい日に日本国中えらい日に会うたと。なぜかね、こう国難が降りかかった時に日本の総理ってすっとぼけなんですよね。村山さんはですね、今から26年前ですか、26年前、と言いますから、2003年ですかね、2003年、かな、2003、4年やったかな、忘れた。2005年か、2005年ですか、26年前というのは、2005年、にですね、阪神淡路大震災が来ました。で2013年にはですね、東日本大震災が来ましたですね。それで、その時にはごめんなさい、1995年が あれでしたね、阪神淡路で、2013年がですね、東日本でしたね。この時にですね、日本は民主党政権、菅直人という、まあ、どうしようもない史上最悪と言われてる内閣でしたけども、この菅直人という、これがまた、ね、当時なんていう政党でしたかね、民主党が民主党でしたね。それで、まあまあ、もう、なんて言いますか、ドタバタの対応、まあ何もやっていないに等しいわけですね、菅直人も。まあそれはいいんですけど、その、村山政権時代の官房長官が河野洋平という方で、今の河野太郎ちゃんのお父ちゃんですね、河野洋平という方がいて、こいつがですね、妙にリベラルなんですよね。妙にリベラルで、で、河野談話というのを出しましてですね、それであたかもその、強制を認めた、無理やりその本人の意思に反してですね、その女性たちを、お隣さんの女性たちを集めたみたいな、吉田という沢氏がいるんですけど、こいつが、当時の釜山だか最終、チェジ島だかでこう、トラックでいっぱいその、娘さんたちをですね、強制的に乗せて連れ去ったんだ、みたいな。もう全くの作り話なんですけど、に乗せられてですね、その河野洋平という大バカな、まだ生きてるんですよ、あいつ。ほんまにもう。
もうあの侍やったら腹切らなあかんところですけどね、侍ではなさそうですから、あの方も、そういう話を信じてですね、その謝罪めいた談話を発表したわけですね。でそれが全ての今の一連の騒動の元でございます。元でございましてですね、あのそれをやらなければですね、もうこんなことにはならなかったんではないかと思うんですけども。でその当時、その前後して村山談話っていうのも出てましてですね、まあこれ同じようなもんですね、あの謝罪めいたことを言うたわけで、でそれで一気にですね、お隣さんたちが調子こいたわけですね。で今につながってるわけですけど、あれさえ出ていなければもうちょっとマシな様相になっていたなと思います。あとは朝日新聞ですね。朝日新聞、何年か前にね、何年、5、6年前にあれ嘘でしたっていうので謝罪をしましたけども、未だ英文ではそれをやっていないというふうになっていますね。あ、まあ、あの朝日新聞が反省したとは思えないですけど、まあ事実は事実を つけられてですね、どうしようもなくやっぱりあれ失敗でした、誤報でしたっていうふうに言うただけの話だって、まあ、 あのその後彼らのスタンスも変わっていないですね。日本を貶めよう貶めようという、まあどういう心理構造でああいうことができるかよう分かりませんけども、まあそうなったわけでして、で今回ですね、そのもう国際法ではありえないような判決が出てるわけでして、この際ですからね、日本もね、もうそんなことないやでと、もう政府発表でね、もう全然事実に基づかないことをやってるんだと、だから一切取り合わないというふうな宣言をして、この談話も村山談話もあれ間違ってましたと言ってしまえばいいんですよ。あのね、今度日本に駐在することになった大使だと称している、いまだにアングレマン出てないと思うんですけども、アングレマン出てないのに出たから行くとか言ってる菅さんという向こうの方がいるんですけど、そのおっさんがですね、これ以上悪くなりようがないって言ってるわけです。これ以上悪くなりようがないったらええやん、ちょうどええやんみたいな。もうあんなあの余計なね、あの事実誤認の談話、あれは嘘でしたと、あんな日本政府として正式に取り消しますというふうに言ってしまったらどうでしょうね。というか、まあ菅さんにそんな根性はないと思いますけどね、まあ、100% できないと思いますね。安倍さんでもそこまではできなかった、できないのかもしれませんけども、今はもうほんまに千載一遇のチャンスですよ。これ以上ね、関係が悪くなりようがないわけなんですよ。もうこの後あるとすればもう断交ですね、国交断絶というところに行く可能性があるわけですけど、まあそれ言ってもええやんという、いやほとんどの国民感情、このね、事情をご存知の、例えばまあ私のこのチャンネルをですねずっと見ていただいているような方は皆さん事情をご存知だと思うんですけど、そういう日本人にとってはですね、もう別に断絶でも全然 OK やんというお気持ちになられてると思うんですよね。いやだから今回 言ってしもたらいいのに、あれ全部取り消しますあれは事実誤認でしたというふうに言うてですね、世界に宣言したらいいの、もうカンカンに怒るでしょうね面白いやん、むちゃくちゃ面白いやん、ボイコットジャパンやーってまだやるんでしょうね。でももうボイコットするデータないでしょうからね何をボイコットするんやみたいな。だ日本もね、いや、じゃあもう、基本的なね、貿易もやめましょうとかって、日本から輸出しませんとか言うんだったら、たちまち干上がってしまうのは無謀なんですよね。まあ、日本も一部の企業はね、困ったりしますけども、日本国全体から見れば何とかないわけですよ、そんなもん。他の国に、こう、いろんなものをね、輸出するということがなくなったとしてもですね、別にどうってもないわけであって、去年、一昨年ですか、盛んに行われて、ですね、じゃあユニクロ潰れたんかったら、もうなんていうか蚊に刺されたぐらいですよね、結局のところ。アサヒビールも蚊に刺されたぐらいの損害しかないわけだって、最も大きな損害を被ってたのは向こうの LCC ですよね。まあそうなるとコロナという大波がやってきたんでですね、もうぐっちゃぐちゃになってますけども、まあ、ですからね、この本当にいい機会なんでね、そういうね、事実誤認に基づいて向こうは、それをベースにですね、今回の判決も出てきてるんですよ。だから、そう、黙ってたらね、どんどんね、こういうことは、事態進んでいくわけですから、ここでプチッとこう、一回、もう、昨日も言いましたけど、リセットするつもりでですね、もう何が日本政府としてはどう考えてるのかというところをですね、プチッとこうやってみたらいいと思うんですよ。
それもしやったらね、菅さんね、支持率回復しますよ、はっきり言うて。ブワーッと回復しますよ。だって保守層が喜ぶもん。わー、ようやった、菅さん、さすがや男やっつって、わーっと伸びる。で、もともとね、リベラル層はね、菅さんなんか支持しないわけですから、もう そこにね、手を出そうとしないで、離れつつある保守層が一気に、おお、菅男やないか、やるやないか、みたいな。まあ、ぼーっとしてるけど、まあ、ええや、これから応援してるわ、みたいな、そうなっていくと思うんですよね。だから、ものすごいチャンスなんですよね、これね。多少ね、非難を浴びるかもしれません。リビジョニストって言ってね、歴史見直しないという、ね、見直しではなくて、正しい見解を持つということだと思うんですけど、でも多少ね、アメリカのリベラル層なんかから批判が来ると思いますけど、そんなもん気にしてあかんねん、ほんまに。ここまで来とんねや、ほんまに。ね、根性入れてですね、腹据えてですね、やるなあかんでと、私は思ってますと、まあ、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。